清潔白楽のクリスマスプレゼントの DVD 今日からぼちぼち発送させていただきます。こんな感じで届きますのでお待ちください。これだけ送るのではなんかプレゼントっぽくありませんので、私がやってます、こうアミノ酸とか水素とかですね、これは DHA ですね、 DHA とかこういうものを、一緒にプレゼントいたしますので、どうぞお試しください。元気が出ないなっていう場合にはアミノ酸です。で、あ、疲れたなという時には、水素です。疲れたなと思う時は水素飲んで元気になりますし、朝から元気出ないなという時はアミノ酸飲んでください。アミノ酸って肝臓にすごくいいんですよね。ですからこれからお酒飲むことがあるような時にはその前に飲んどくと、悪酔いしないとかね、そういうことになります。こういう商品というのは僕はものづくりが大好きで、40年ぐらい前から父親とこういうお酢を濃縮したりとかですね、こういう製品を販売したり作ったりしてたんですけど、これはもう自分でエバポレーターっていうお酢とか濃縮する機械を私持ってまして、それで濃縮して、メーカーの方にこう委託しましてね、で原料も吟味して、無農薬有機栽培されたお米を持ってきて、お酢を作ってもらって、それで作ってると、こういうものなんですね。これはちょっとペースト状になってまして、ちょきっと切って口の中でそのまま入れられると、そういうものですね。それとか水素は、随分ともう20年以上水素をやってまして、この製品が今のところ一番、僕やってみていいなと。で、私もほぼ毎日、飲んでおります。なんかこうものづくり好きなんですね。後ろに見えるこのアーリーアメリカン調のこれカップボードって言って本棚じゃなくてこれお皿をこう飾る、家具なんですけど、これ僕自分で作ったんですね。家具も作ります。ちなみにこの治療室全部自分で僕作ってます。建ててですね、子供のおもちゃなんかも作るんですけど、それからこういう風な口に入るような製品も、随分作っております。いわゆるメーカーってやつですね。ですからこういう小袋の中見ていただくと分かるんですけど、これ、名前が下部医学者になってます。下部医学者って私のやってる会社なんですね。禁断治療院という治療院の院長を、併設してやってるんですけど、もう一つは下部医学者という会社の社長をやっております。二足のわらじというのをもう40年ぐらい、履きっぱなしで、突っ走っておりますけど、僕のこういうものを作るサプリメントやなんかを作る判断基準っていうのは、私が治療してこの患者さん、肝臓だなとか腎臓だなとか言って治療して、その治っていく過程を見ながら、これと同等の何か、ものはないかなと。例えば心臓の調子がおかしいとかですね、体が疲れて、交感神経の興奮の症状がある、こういう場合は水素を飲んでいただいて活性酸素やなんかを取っていただくと。そうすると治療をしながらこういうもので良くなって、しかも運動してという、こういういいサイクルが、循環が生まれていくと、どん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 患者さんは、治っていくわけですね。その分治療はゆっくりになるから、助かったなと。そういうことで、そういうものをまとめたものがこの、銀杏治療院の症例集です。この中にも、こういうふうにこのお酢やなんかの商品を使ってくださいっていうのを、ポツポツとこう書いております。こんなふうにですね、これ壺丸ごとの商品なんですけど、でメーカーですので、小売りと卸とやってるんですけど、卸は販売していただけるような方と、あとは鍼灸師の先生たちに、卸価格を設定しまして、販売していただいてると、長く、やっていただいてる先生方もたくさんいらっしゃいますので、特徴はですね、清潔薬やなんか治療やってそれで効くということと、あとですね、その生産量があんまりないんです。実際こう無農薬有機栽培されたお米自体がそんなないですから、それで作ったものっていうのはまたちょっとこう生産量少ないですから、あんまたくさん売ろうとはしてません。なのでネット上でAmazon とか Yahoo とかいくら調べてもらっても出てきません。ネット販売やっておりません。適正価格で、販売させていただくと、こういうことでやってますので、使い方やなんかもこの中に少しだけ、入れております。それでこのサンプルやなんかをですね、たくさん、使っていただいて、説明しなくても飲んでいただいて、良ければ買っていただくと。
こういうやり方です。くどくど説明しなきゃいけないっていうのは、もう治療しながらくどくど説明するって大変ですから、あ、分かった分かったって、まあ、先生の頭の中じゃおそらく、あ、交感神経だなと、で、例えば肝臓だなと思ったら、じゃあこれちょっとね一つあげるから飲んでごらんと、で飲んでみて、よかったらまた買ってくださいねと、まあ、これ一言言えば、いいんです。まあ、逆に言うとね、鍼灸師の先生のところにおいでになる患者さんっていうのはもう信頼関係できてますので、ねえねえ先生これお宅で売ってるのっていうふうに聞いてくれる患者さん結構いらっしゃいます。私もあんまり商売上手じゃないもんですから、言っといてこの説明しないまんまっていうことがあるんですね。まあうちには大塚いますので、大塚はそっちで説明はしてくれるんですけど、まあそういうふうに結果が出れば買っていただくみたいな、そういうスタンスでやっております。あ、これも今1冊1000円で発送しておりますので、どうぞよろしかったらご利用ください。銀杏治療院の稲増でした。あ、株医学者の社長でもあります。